で、非常に面白いのがですね、まあ、トッドはこういう、家族の分類で見てると思想と合うよねっていう話をいろんなところでしてるんですけど、はい、一つ僕がやっぱ気になってるのは彼がですね、中国が覇権を取れない理由っていうのをズバズバ言ってるんですよ、これね、まあ、中国確かに、経済的には伸びてるけど、もう家族構成、人口構成、彼人口構成すごく言いますから、人口構成で見ると、いや中国マジやばいって彼ずっと言い続けてます。で、まあ、例えばどういうことかというと、人口動態常に出生率、出生率、今頭打ちというかもう劇的に落ちてて、なんと日本より低いと今言われてますよね、極一部では。あ、そうですか。はい、台湾も今、日本が先進国で一番、早く、子供が減って、老人国家になるって言われてるんですけど、まあ、中国の方がそうだと。中国の方は今早いスピードで、社会保障システムが整ってないのに人口減り始めてるんですよね。それはハートウォーミングの話じゃないですか。ハートウォーミング、で、まあ、これは昔からよく言われることなんですけど、男女比が異様じゃないですか。あそこそうですね、1.6 とか7の割、つまりもう、なんていうんですかね、100人いるところに117人の男がいるっていう、17人余っちゃうみたいな状況ですね、100人いると。いや、もっと男が多いと思います。本来はもっと多いと思います。はい、データがその辺しっかり取りづらいっていうところもあるんですけど、あとね、意外に中国って格差がやっぱりあそこ実は嫌いな国らしいんですよ。そもそも共産国なんかやってるぐらいだから。そうですね。そうするとみんな貧乏じゃなきゃいけないのに、まあ、貧乏というかその平等でなきゃ本来はいけない人たちなのに、みんな平等に貧乏じゃなきゃいけないのに。その貧乏かどうかは知らないですよ、僕は知らないんですよ、なんですけど、格差に対する拒否感が実は日本とかよりもかなり激しいっていうんですよ、なるほど。でそういう意味での変な平等主義があるので、これは社会的に相当ストレスがたまるよねっていうふうに言ってます、で、まあ、中国は帝国じゃなくて実はもっと巨大な国民国家であるとか、まあ、いろんな興味深いことを言ってるんですけど、彼は強烈に中国は絶対に覇権取れないから、安心しろとは言わないんですけど、中国は覇権を取れない理由はもう火を見るより明らかだという言い方で、ずっと言ってます。いい本ですね。いい本ですというか、これだけ分厚く論じた上で、中国は覇権取れないと。そのロジックはね、僕ね相当しっかり言ってるので、その理由は、納得できるものだなと思います、実際そういうところにやっぱり今来つつあるので、まあ、今もちろん目の前見てて商売してる人たちは、まあ、中国まだまだ伸びるよってやっぱ言ってますけど、実際社会制度としては、この家族制度からやっぱ見ていくと相当厳しいよねと。ただ問題は日本ですよ。やっぱりこれトッドもルトワクと全く同じこと言います、それは何かというと、日本がこれから存続していくためには子供を増やさなきゃダメだと。そうですね、はい、まあ、これは本当に大事だと。まあ、もうぶっちゃけ言うと、はい、1人産んだら、まあ、18歳まで毎年100万円、まあ、税金払わなくていいよとかするか、減税するとかね、100万円もう払うという形にして、5人産んだら毎年500万入る、働かなくていいと。いいですね、もうそれで正解ですっていうくらいやっちゃうぐらいの、そうですね。で、ちょっと結構 しっかりとした日本の社会もやっぱり、まあ、10回ぐらいもう来日してるんで、相当見てて、日本側の資料とかも読み込んでるんで、相当詳しいんですけど、日本は今すべての問題やっぱ家族に集中させようとしてると、そんなのダメだと、もっと国に頼らせて、国がやっぱサポートするような状況にしなきゃいけないっていうふうには言ってるんですよ、でそこは確かに僕も、本気で、その子供増やすっていうところがあるんだったら、やっぱやるべきかなと思いますけどね。そうですね、国力です。未来の納税者ですからね。はい、そうなんですよ。だからすぐね、そういうこと言うと、親がこうパチンコとかね、使いく込む人がいるからって言うけれども、500万子供産んだら大丈夫なんですよと、勝手に育つ子もいるんで、なるほどね、非常に貧乏からすごい立身出世した人もいっぱいいるわけですよ、まあ、そうですね、だから500万もあればね、そこそこあれですし、まあそれプラスね、働けばいいわけです、それぐらい思い切った、まあ、それをしないと日本ってどうしても内向きになる、ドイツはその外側に出る傾向あるんだけど、日本って意外と内向きになっちゃうパターンが多いから、ほら先ほどのいとこ婚の話じゃないんですけど、そういうところもあるから、もっと本当は内向きにならないように、もっと外にどんどん展開していくべきじゃないかっていう、結構ね、トッドはね、それも含めて核武装せよとかも結構言ったりとかしてですね、結構過激なことも言うんですけど、
なかなかいちいち納得する、はい、言論も展開しております。3人まで産んだらね、もう後からでもいいので、国はお金払ってほしいなと思いますね。でもその辺はやっぱ国が支えるべきだということですよね、はい、それはねしっかり言ってるので、僕嬉しいなと、はい、注目すべきだと思います。最新刊は老人支配国家日本の危機なんですけど、はい、7月にまた新しくウクライナ危機を含めてなんかいろいろ言うと、僕は好きなのはね、問題は英国ではない EU なのだというこの本ですね、2016年の本なんですけど、ドイツ悪いよと、はい、ドイツはね、敵視してますね、うん、彼はね、はいはい、非常に。でこの本のすごく大事な話があります、はい、ほう、それは何ですか。これはどう、要するに、移民をしても、あ、そうそうそう、その国の文化がそうであれば、うん、そういう風になっちゃうっていう、家族構成がね、だから、はい、日本人がアメリカに行ったら、はい、ローカライズされて、核家族化して、アメリカ的な個人主義の家庭にどん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 なって2代3代続くと自然に核家族になっちゃう、うん、それはね、すごく日系人ってそうなってるから、なってます、アメリカナイズされていくから、うん、それは分かるんですよ。ところがアメリカ人も日本に来たら、うん、この権威主義的な感覚にどんどんなっていくと、なると、いや、それは彼は断言してます。だから、はい、要するに中国人が来ても、うん、韓国人が来ても、うん、日本に来て3代経つと、うん、日本的な感覚になっていくと。その通り、まあ、確かに中華街にいる中国人の人って日本語しか喋れなくて、はいはいはい、もうほぼほぼ日本人やなっていう感じの人いるもんね。あるんですよね、うん、確かに。なので、うん、移民を入れても実はその場に行くと、うん、その家族関係みたいなものに影響されて、うん、まあ、学校教育とかも含めてなんですけど、うんうん、やっぱ価値観がその入ってる、うん、行くがゆえに同化がかなり実は進んでいる文化の、ね、エマニュエル・トッドの、はい、論を、うん、そのまま信じるとすると、はいはい、移民を入れても、うん、急激に入れたりとかしないで、まあはい、ゲットとかねしちゃうとダメですけど、そうで、あとその、はい、一箇所に集めて、うん、その言葉とか、うんうん、その人たちとかにしないで、うまく同化さえさせれば、はい、人口を移民で増やしても大丈夫、大丈夫っていうことですよね、はい、考え方ですね、国の文化は残るという話なんですよね、はい、これはちょっと大いに参考にしてね、はい、まあ、賛成するかね、どれぐらいの人数なら入れていいかっていうのは、はい、うん、日本はもう研究しないと、そうです、普通には、まあ、お金を払うかなんかしないと、はい、子供は増えないわけですから、そうですよね、これなんか考えないと、はい、いや日本がやっぱ消滅しちゃいますから、はい、で、そうそう、トッドはやっぱり日本消滅していいんですかというところまでやっぱり言ってますよ、はい、だからゲットは作らないと、はいはい、で同化させますっていう、はい、あからさまな、ね、同化政策、同化政策、はい、はいはい、もうそれで行くんだと、はいはい、まあ、でもこれね、やっぱり新しい斬新な考え方してるんですけど、うん、はい、かなり説得力の、その家族構成とね、特に共産党のこの強い国っていうところとか、うんうん、はい、いとこ見つける面白い人だなと思いますね。いや、もうだって、はい、そうなるんじゃないかと思うし、はい、実際ダルビッシュとかね、うん、ハーフの人たちとかはだって、やっぱ良かったな、ダルビッシュ日本人でいてとか、大阪直美だって僕はそう全然思いますしね、大阪直美の場合は日本に来てくれないとね、本当はね、あ、そう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 、はい、でも、まあ、日本人ここにありってことに世界ではなってますから、うん、まあ、そうですね、はい、すごくやっぱり宣伝していただける、そう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 、はい、日本の素晴らしさ、はい、僕はいいことだなと思いますし、はい、あれもアメリカに住まないで日本に最終的に住んでもらわなきゃいけないですからね。そう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 、そこですよ、そこですよ、そうすると、はい、各家族よりは多分アメリカで納税してるしね、はい、そうですよね、そうなんですよ、そこはちょっとね、はい、はい、あれですね、だけどやっぱそういうのを日本はすごく考えていろんなことやるべき、戦略的に人材をこう取り入れていくっていうのは少し考えなきゃいけないな、はい、うん、トゥーリオなんてブラジル戻っちゃってるからねそう、今書いてるね、確かにね、トゥーリオね、はい、サントスまあ、どうしてんのかね。ねえ、サントスね。うん、どこかで監督やってるんじゃなかったっけ。あ、そうなの、はいはい、まあ、日本に残ってほしいですよね。やっぱちゃんとブラジル帰らないで、日本に帰化したんだから、日本に残って、大事ですよ、そのまま日本でやってほしいなと思いますけど。うん、累積順次、はい、一番新しいやつ、ね、はい、ご紹介させてください、はい、戦略の階層というのは、はい、僕が、まあ、グレーから学んだものをさらに発展させた、はい、もう戦略の考え方の基礎中の基礎じゃないですか、はいはいはい、次にこの戦略の階層に次ぐ戦略のエッセンスが、はい、まあ、僕は累積順次のこの音声に入ってるんじゃないかと、はいはい、うん、思っております、はい、というのはですね、これJC ワイリーといって僕が、はい、最初に大国政治の悲劇っていう分厚い本を翻訳して、うん、はい、まあ、宮下今の、はい、その次に、うん、戦略理論バリバリの本を翻訳したいなと思ってたんですよ、うん、でそこで目をつけたのが、はい、これです、はい、こちらになります、
この戦略論の原点、コリン・グレイが一番評価してた本なんですよ、うん、あ、そうです。戦略論の本としてはすごくコンパクトに戦略論のエッセンスをギュッと凝縮した、はい、あ、すごい濃い本だったんで、はい、中にその書かれてるのが僕の中では結構初めて読んだ時、うん、稲妻がこう走ったというか、あ、ビシャー来たこれみたいな、それがまさにこの累積順次の考え方で、はいはい、僕これね、あの、うん、いろんなところに適用できるなっていうところをまずこれ初めて読んだ時に、うん、まあ、あの感じたんですけど、はい、あの実はこれ、うん、孫子の CD とか音声、うん、はい、聞かれた方は、うん、これ共通してるところはお分かりいただけると思います、はい、あの孫子の方でも相当その辺の話ですね、うん、戦略には実はこれ2つのアプローチがあってっていうことがそちらにも書かれてると、はい、東洋の考え方と西洋の考え方、はい、西洋の考え方にもちょっとこの東洋的な、はい、そうです、戦略、究極の戦略のエッセンスの部分を解説してますので、はい、そうですね、ぜひ皆さんお聞きになっていただいてですね、うん、ああなるほどなというふうに、はい、なることを受けようでございます、わ、はい、かりました。で、まあ、ぜひぜひ、人生においてもね、はい、使えますんでね、はいはい、ぜひそういう章もあります。そうですね、第1章と第2章、はい、ビジネス系の話も少し入ってますので、はい、うん、